ステージライフをご覧の皆さん、こんにちは。斉藤康香です。浜田真人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。脚本と、山尾という赤髪のチンピラ役を演じさせていただきます。ストーリーはですね、要するに、地上で何かが起こり、地下鉄に乗っていた人間たちが地下の崩落により閉じ込められたサバイバルの話に簡単に言うとなってます。その中で主人公、安香が演じる主人公を中心に、一致団結する人もあり、裏切りもあり、物語が進んでいく中で、生きるための希望を見出す物語になってます。で、僕はその山尾という役はですね、そのみんなの中で、すごい、なんて言うんだろうな、飛び道具的に急に出てめちゃくちゃにして帰ったと思ったらすごい熱い男だったりっていう役を演じさせていただいてます。はい。脚本家のエゴだよね。どういうこと？どういうこと？エゴ？よし、美味しいところ俺もらった。違う違う、俺はよーいけー。俺だって僕、山尾は実は、今回決まらなかったキャストさんに当て書きで書いてたんですけど。あ、そうだ。実際そうで、僕は違う役を演じる予定だったんですけど、まあ、今回そういろいろね、キャスティングのちょっといろんな政治的な部分とかいろんな問題があった中で僕が山を演じることになって、ほうほうほう。だからその当て書きしてたからこそなんか光栄な感もありつつ、うん、自分の中で勝手にプレッシャーを感じたりもすごいしてる。あ、そうそうそう、ね、すごい素敵な尊敬する役者さんのために書いてたからすごくプレッシャーも感じつつ勝手に、うんうんうん、って感じですかね。そんな裏話なんですか。実は全然知らなかった。稽古場じゃ聞けない話ですね。もう完全によっしゃ俺やって違う、池山を全然違う、全然違う。そんな書き方はしないから。そう、最初から書くとき基本ね、自分が出ることを想定して書かないから。あ、まあ、そりゃそうだな。そうそう、うん、はい。あとね、望むと言います。はい。望むはまあ読んで字のごとくじゃないですけれども、希望と書いて望むなんですけれども、ま、その名前に反してこう現代の社会にこう、いろんな情報に圧力がかけられて、ストレスでこうギュッとわーって何もできないってなっちゃった現代に生きる男の子、彼が、これは通り魔でいる。そう、通り魔を起こそうと、たくさんの人を道連れに、もうこの世の中を壊してやるって思っていたところ、まあ、その列車事故にあって、閉じ込められてしまうと、地下に。で、その中でいろんな人の死を目の当たりにして、本来ありがとうございます。まあ、その閉じ込められた列車の中でいろんな人の死を目の当たりにして、心が揺れ動いて、本来の望むという名前の、希望に向かって歩いていく青年に変わっていくとっていう役だよな。うん、非常に難しい。でも現代に起こりえそうなところ、うんうん、現在に多分ね、当たり前に世の中にいる少年を描いてて、でもそこがどうこうそういう事故に遭った時に変わっていくのかっていうところを描いてる作品ですね。一番すごい難しい役ですから。そうだね。なかなか人生で経験できないよ。したくないね、できれば。こう人の死を目の当たりにしてさ、こう、いや、それ貴重な経験だと思うんだよ、うん、貴重な経験だと思うし、実際そのね、例えば、地震にせよ、何かの事故にせよ、そういう経験をする人たちっていると思うの、うん、だけど、なんかこう普段は僕らの役者の仕事ってこう非日常を彼らが現実化することを
であったりするでしょ、うん、その例えば同じような経験をした人だったりとか、なんかそういう事情を知ってる人たちが見た時に、なんか死ってそんなに簡単なものだっけって思われるような作り方をしたくない、ね、うん、そうだね、うん、だからこう、まあ、2時間程度の、お話にはなると思うんですけど、そのあたり、その中で、こう死んでいく人たち、まあ、もちろんその、ね、現実世界だったら例えば1人死んでいくごとに、ね、何日もかけて、追悼するわけですけど、うん、まあ、それができない緊急時での死、それを真摯に受け止められる役作りをしなきゃいけないとなと、まあ、これは僕だけじゃなくて、今回出てる人たちみんなそうだと思うんですけど、そうだね、なんかこうさ、なんていうのかな、時代劇じゃないけどさ、切られてわーって死んでいくわけじゃないじゃない、確かに確かに、そう、だからなんかそういう意味でこう一人一人の死をね、なんかこう死に際にこうドラマすごくいっぱいあると思う、うん、なんかそういうのはちゃんと伝わるものにしたいなっていう、ね、うん、安いものにはしたくないなと。そうですね、まあ、今回の話はその、まあ、言っちゃえば 3.11 以降そのエンタメ業界がね、規制とかかかったりしてそういう作品ができなかったとかっていうのもあると思うんですけど、その中でもう一度ね、僕も被災者ではないんですけど、でも同じ国の問題として考えてはいるんですけど、だけどどっか別次元の話で、やっぱり被災地のこととかボランティアに行っても戻ってきちゃえばちょっと時間が経てばなんか忘れかけてしまったりだとか、でやっぱり今その舞台とかを見に行く人も僕たちやってる側もどっかそういう部分が絶対にあると思うんです、人間の中に。それをもう一回忘れないようにっていうのをすごく現実とリンクさせたような話には作ってるつもりなんで、今回だからこそその役が一人一人がね死んでいく様で、それを死んでいく様を見ていく役としてもちゃんと次の今の日本と作品の中の未来と綺麗にリンクしていけばいいなって思いますね、本当に。よく重い話重い話ってね、この宣伝とかでよく言われるんだけど、うん、それが俺は納得いかなくてね。重い話何が？その今回の作品が、その役者が宣伝する時も俺ね、いや重い話っていうのはなんかね、受け取り方次第だと思う。そうなの、そうなの。例えば人の死をねテーマにしたとしても、嘆いてこう苦しんで死んでいくように作り上げるのか、うんうんうん、もしくはもちろんその死に対する恐怖があったとしても、でも今この一瞬まで僕は例えばね、その、まあ、今回カップルの役とかもあるんですけど、あなたといられて幸せでしたっていう死に方だったら、俺はそれは決して重い話じゃなくて、うん、とても幸せだった話だと思うんですよ。そう、だからなんか、まあ、本の読み方とかその受け方、それから表現の仕方でいろいろ変わるとは思うんですけど、こう重いなって思うような話をこう希望だとか幸せだとか、そういう、まあ、もちろんスタートのところは一回ね、お芝居演劇なんで、ギャップっていう意味でもうガコンと落としますけど、そこからやっぱりただ辛いだけじゃなくて幸せに向かって進んでいくっていう、まあ、段取りって言っちゃうじゃないかんだけどあのっていう、ね、構成には持ってきたな。そうですね、本当に、うん、だから本当に今言ったみたいに、その死ぬんだけど、その死ぬ人間たちもみんな最後の死ぬ一瞬まで生きようと思って誰かを思って生きてるし、それを受け取る人間がいて未来につながっていくから、まあ、これ僕がいつも言ってることなんですけど、重い話じゃなくて人を思う話だと思って、僕はいつもこれ使ってくださいね、書いてますよそう、だからそういう風に宣伝していただけたらなって思います、本当に。うん。